サトウキビ、サトウキビ、サトウキビ、学名、サカームオフィシナロムは、イネカ科トウキビ族の植物。日本語の別名は、感謝、感謝、感謝である。ただし、感謝の発音は、感謝、サツマイモと同音であり、サトウキビの産地と、サツマイモの産地が重複していることもあり、紛らわしいので好まれない。中国語では、と呼ぶ。種ヶ島では、王儀。 アモミ群島の徳の島では、ウギ、沖縄方言では、ウウジと呼ばれている。これらは、オギ、オギがなまったものであるが、オギは、イネカススキ属であり属が異なる植物である。新聞の見出しなどでは、単に、キビと書かれることもある。学名サカーアームオフィシナロムは、薬局の砂糖を意味し、政党が伝播し、カナリア諸島などの栽培が行われていた15世紀のヨーロッパで、 薬局が砂糖を甘味料や薬として扱っていたことによしくる。天才と並んで、砂糖、諸糖の原料となる農作物である。栽培種の起源は、ニューギニア島とその近くの島々と言われ、世界各地の熱帯、亜熱帯地域で広く栽培される。茎は、竹のように木化し、不がある。茎の石管の内部は、竹とは異なり、空洞ではなく、 糖分を含んだ髄となっている。茎は高さ3メートルにもなる。葉はトウモロコシのように幅広い線形である。秋には茎の先端からススキのような方を出す。サトウキビ発祥の地は現在のニューギニア島あたりで紀元前6000年前後に現在のインド、さらに東南アジアに広まったと言われている。また、インドを原産とする文献もある。 古代サンスクリット語による古文書の記載から砂糖の生成は北インドが発祥ではないかとされている。2002年時点の世界生産量は12億9000万トンという膨大な量に及ぶ小麦は同年5億7000万トン。ブラジル、インド、中国の順であるが地域別に集計するとアジア州、南アメリカ州、北アメリカ州の順となる。 サトウキビは C4 型光合成と呼ばれるタイプの光合成を行う植物であり、栽培には十分な日照と豊富な水源が必要である。日本での栽培地域は南西諸島が特に多く、沖縄県と奄美群島が大部分を占める。また、大隅諸島、南九州や四国地方の高知県、黒潮町など、や愛媛県、 四国中央市などでも広く栽培されている。香川県、東香川市など、や徳島県、上板町などでは、和三本という砂糖の原料として、畜糖、畜糖、竹糖と呼ばれる茎が細い砂糖きびが栽培されている。世界における、砂糖きびの商業栽培の最北限は、四国から伝播した遠州横須賀地区、静岡県掛川市南西部とみられる。ただし、竹糖は、 四年性種のため、一般的なオフィシュナルム種を使って、和三本と同じ製法で砂糖を製造しても同じ、味にはならない。九州、四国等の温帯地域で栽培される、砂糖キビは、製糖のぶどまりが低いため、農研機構、独立行政法人農業、食品産業技術総合研究機構は、和世系の砂糖キビの品種改良を行って2011年10月3日に、 温度向け砂糖キビ育成品種として、黒街道を発表している、品種登録出願番号、第25,823号。作型は春に植えてその年の冬に収穫する、春植え栽培と、夏に植えて、翌年の冬に収穫する夏植え栽培、そして収穫後の地下株から、再びデルメから栽培し収穫する株出し栽培がある。海外では植え付けを行うと、 借り入れまでほとんど人手が入らないが日本国内では植え付けから収穫までの間は雑草防除や発根を促進し地上部の倒伏を防ぎ用水分の吸収を盛んにするため1、2回培土を行う収穫の際はまず斧に似た農具で生え際で切り倒し別人が釜を用いて茎に巻きついている枯葉を除去し先端部分を切り離す先端部分は ないとして利用する。茎は適当に集めておいておき、作業の終わり頃に搬送に適した量に祝い付けて、運搬車に乗せる。そこまではほとんど人力で行われる。台湾、キューバ、ブラジルなど、規模の大きい外国の生産地では専用の大型収穫機が使われるが、日本でも小型の収穫機械による収穫が広まっている。2014年における国別の生産量は、 以下の通りである。茎の髄を生殖したり、絞った汁を製糖その他食品化学工業や、工業用エタノール製造の原料とするなど多様な利用方法がある。沖縄県などで作られる黒糖のほか、四国地方で作られる白下糖と呼ばれる粗糖や、それを生成した上質の砂糖は三本の原料も、砂糖きびである。21世紀初頭以来の原油価格高騰により、 燃料用エタノールの需要急増で、砂糖も高騰傾向にある。生産地では、茎の髄をそのまま噛んで、食べたり、機械で汁を絞って、飲んだりする。食べるときは、外側の硬い皮を歯で剥き、中の白く糖分に飛んだ部分、髄を噛んで汁をすすり、カスを吐き出す。汁を絞って飲む場合は、同様に皮を剥いた後手動や、電動の削除器に差し込んで汁を絞る。 絞ったままの汁は、やや青臭いが、冷やしたりレモン汁を加えたりするとより美味しくなる。東南アジアからインドにかけてのメジャーな飲料である。ベトナム料理などでは、茎の皮を剥いた髄にエビなどの練り物をつけて揚げたり、焼いたりした料理がある。中国の四川料理には、砂糖キビの髄を細く切り、魚などと共に辛い汁で煮る料理がある。砂糖やラム製造時に、 砂糖キビの絞りカス、バガスが、濃縮、上流の燃料としても利用されてきたが、配糖蜜や絞りカスを原料に、バイオ燃料開発も行われている。砂糖キビを絞った汁から砂糖を取り除いた液体は、配糖蜜、モラセスと呼ばれ、これを発酵させて、いわゆるバイオマスエタノールを取り出し、自動車燃料の一部として使う研究が行われていい。 ブラジルでは1980年代から自動車燃料等のアルコールへの転換が政府主導で進められており燃料用のサトウキビを政府が一定価格で買い上げるためそれまで栽培されなかった地方でも栽培が増えているの表を参照日本でもバイオマスの一つとしてアサヒビールが研究を行い品種改良されたモンスターケーンと呼ばれる分月数が多く従来の2倍の 収穫量があるとされている、サトウキビの土買うが行われており、小規模のアルコール製造工場を沖縄に建設し、試験生産と自動車への試験運用を行っている。BR 現在、日本では法令上、自動車燃料での利用は、ガソリンに3の混合が限界であり、それ以上の混合率やアルコール単体の自動車での、 利用が認められていないが、宮古島市、家村において、バイオマス燃料に対する実証実験が行われており、この実験結果次第で、自動車用燃料におけるアルコール比率の規制緩和が期待される。絞り汁や配当蜜が、蒸留酒の原料として用いられる。世界的には、カリブ海周辺諸国発祥のラム酒が著名であり、 原料を糖密とする上流酒をラム酒と総称することもある。他には、ブラジルのカシャスサ、ピンガ、タイのタイウイースキー、日本の黒糖焼酎、アマミ群島限定生産や、小中鉱類の原料として用いられる。フィリピンでは、醸造酒のバシの原料として用いられる。ケニアでは、絞り汁をソーセージの木の実と共に、発酵させて作るムラチナ、ムラチナが知られている、参照。 ソーセージの木アルコール量製造への利用。砂糖キビの絞りカスをバガスという。製糖、蒸留の燃料にされるほか、バガスからは、製紙用パルプ、フルフラールの製造原料としての工業利用がなされているほか、ローサトウ、砂糖キビロウを取ることができ、オクタコサノールの分離も行われている。キクラゲ類の栽培用培置の原料として使用する場合もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。